ハイドロゾル、ヒドロゾルは、固体粒子が分散している安定な懸濁液を意味する。固体の分散粒子が、液体の分散中立ちに浮遊する、コロイド分散系で、流動性に富む場合を、ゾルと言い,い、水を分散中立ちとするものを、ハイドロゾルという。ハイドロゾルは、水の、液体の、流体のを意味する、連結系の、ハイドロと、ゾルをつなげた造語である。 方向上流水を指す言葉としても用いられる。水蒸気上流装置、アレンビック光量植物を材料として、熱水上流法、水蒸気上流、水格酸法、低温真空上流法など水蒸気を利用して、精油を抽出する際に、水溶性の方向成分を含む水が、副産物として生じるが、これが、ハイドロゾルと呼ばれる。油ではなく、 方向上流水を得るために上流が行われることも、ある。薬学博士の井上茂春は、ハイドロゾルという言葉は、旧フランス薬局方で、精油ではなく方向上流水を得る目的で、水蒸気上流した場合に利用されていたようであると、述べている。ハイドレート、イドロラ、ハーバルディスティレート、ハーバルウォーター、フローラルウォーター、エッセンシャルウォーターとも呼ばれ、日本語では、 方向上流水と呼ばれる。日本では、西洋医学の導入で乱放で治療に利用されたと考えられており、福沢諭吉は明治元年の科学入門書、空毛キューリー図解で蒸気や上流について詳細に解説しており、方向上流水を花の炉と呼んでいる。素水性のテルペン類より、水溶性の酸化物が占める割合がかなり多く、 精油の微粒子が混入している場合もあるが、ごく微量であるため香りは精油と異なる。水蒸気を用いた蒸流によるバラ水の製造は、8世紀終わりから9世紀初頭にアラビアで成立したと言われ、医療、美容に利用されてきた。17世紀以バ花以外の原料を用いた、方向蒸流水も製造され、最盛期は18世紀であったと言われるが、 次第に医療における重要度は低下した。フランス薬局型には1837年時点で42種類が収録されていたが、1965年には全てが削除された。近年乳幼児や動物への精油使用の危険性が認識されるにつれ、刺激が少ないアロマ製品として、再び注目されて売り出されるようになり、アロマテラピーでも使用されるようになってきている。 製油製造業者、販売業者、化粧品メーカー、手作り化粧品材料店などが化粧品材料としてまた化粧水として販売している。バラ水などは飲料としても伝統的に利用されている。輸送費が高くつくため大部分は廃液として捨てられている。水に微量の芳香成分や油分などが含まれるため開封後だけでなく製造中も 微生物汚染が非常に起こりやすい。大規模な工場の閉鎖回路を持つ装置で上流する場合は、大気による汚染の危険性は低く上流時の熱で殺菌されるため、生産当初は細菌による汚染がない。ただし、装置を開けて以後は汚染の可能性がある。閉鎖回路のない上流装置では汚染の危険が大きい。対策として、 殺菌処理やフィルターを使って安全性を高める作業が行われる。ボトルイン用ハイドロゾルを検査したところ、その3分の1以上でクリプトスポリジウムやジアルジアなどの原虫、シストが検出されている。アロマテラピー用のハイドロゾルにも同様の可能性がある。海面活性剤で精油を水に溶かしたり、ハーブを煎じてこした偽物が、 ハイドロゾルとして販売される例もある。収率が低く非常に高価なバラ油は、ハイドロゾル中の精油成分も有機溶剤抽出法で回収されることが多く、バラの香りは合成で高度に再現する技術が確立しているため、バラ水は最も多く偽和が行われている。ハイドロゾルの値段はバラ付きがあるが、バラやネロリ、メリッサなどは精油が高価でも、 蒸流水は、比較的手頃な価格で入手できる。柑橘類の精油は圧搾法で抽出され、水蒸気蒸流が行われることは、ほとんどないため、柑橘系のハイドロゾルはほぼ入手できない。香料の抽出が溶剤を使って行われる、ジャスミンなどの花も、ハイドロゾルは、入手不可能である。アロマテラピー用、化粧品機材用、ハイドロゾルは、大規模な会社では、 防腐剤が添加されているが、アロマテラピーでは低刺激を売りにしているため、防腐剤を添加しない製品も少なくない。化粧品やアロマテラピー用のハイドロゾールでは、フェノキシエタノールが防腐剤に利用されることが多いようである。など様々な種類がある。ありがとうございます。